ジャスティン・キングはアメリカオレゴン州出身のギタリスト、カメラマンである。アコースティックギターによるパーカッシブなタッピングスタイルのパイオニアとして知名度が高く、ギタースタイルはフラメンコやケルト音楽などから影響を受けている。ミュージシャンや音楽ディレクターだけではなく、一時期はフォトジャーナリストとしても活動していた。アメリカ・アラスカ州パーマー生まれ、生家はワイン業界で有名な家系である。カトリック系スクールに8年間在籍し、高校2年生で中退の後、サンフランシスコで絵画を勉強する。14歳頃からドラムやギターを始め、現在も彼のベーシストを務めるドリュー・ドレスマンと作曲や演奏活動を行った。アコースティックギターは19歳頃に始め、1999年には初のソロアルバム、ジャスティン・キング、2000年にはオープニングを発表。2001年にはヨーロッパ各地やアイルランド、イギリスを旅した後、代表作のLe Bleuを発表した。このアルバムはアコースティックギターのインストゥルメンタルでイギリスのスタジオで収録された。彼はLe Bleuを収録したスタジオに影響を受け、アメリカ帰国後に自身のレコーディングスタジオを設立する。スタジオ完成までは2年ほどかかり、その間はソロギタリストとしてジェームス・テイラー、BB キング、ダイアナ・クラール、アル・グリーン、ノース、ミシシッピオールスターズ等のオープニングを務めてアメリカ中をツアーした。スタジオ完成後は新たなインストゥルメンタルアルバム I-XII を収録する。バンドを結成後、彼らは1年ほどアメリカをツアーし、2006年にエピックレコードと契約してメジャーデビューを果たす。バンドでのレコーディングは彼のスタジオの他にロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ等のスタジオで行われた。レコーディングには1年以上かかり、その間も国内外でツアーや演奏活動を続けた。その後、エピックレコードとは代表者や担当 A&R が辞める等の問題があり、1年ほど所属の後に契約解除を申し出る。エピックレコードはバンドに全権限を譲り、その後はアルバムをリリースするが2007年に解散する。バンド解散後は、フォトジャーナリストとして活動を始め、2008年8月にはイラクでオレゴン州軍に同行して戦場を撮り続けた。イラクでの取材内容や写真は、イギリス BBC のウェブサイトに掲載され、オレゴン州のニュース雑誌でも紹介された。オレゴン州ポートランドの大学にて油絵と写真の学位を習得した。2001年に発表したLe Bleuは、アコースティックインストゥルメンタルのアルバムであり、彼のアコースティックギターでのテクニックや表現力を発揮している。また、このアルバムは個人公開にもかかわらず、世界的に高い評価を得た。しかし、彼の知名度を上げたのはインターネットに公開されたビデオクリップである。最も知られているクリップはアップテンポバージョンのPhunkdifiedであり、たくさんの若いギタリストが彼のユニークなタッピングスタイルに魅了された。また、ユージーンでのライブにおけるノックオンウッドのクリップでは、ドゥーリーのダブルネックアコースティックギターが紹介された。Le Bleuの発表後、レイジングファミリーと共に、Le Bleuのエレクトロミックスバージョンのプロジェクトや、カルロス・バモスやマイケル・マンディングとのコラボレーションプロジェクトを開始した。これらのプロジェクトはそれまでのコンセプトとは違い、ボーカルソングやロック等の現代的な音楽として作成された。Humilitas Occidit Superbiamは彼の新たな挑戦ともいえるソロアルバムであり、彼自身が様々な楽器を手掛けている。チェロ、ドラム、キーボード、ベース、ギター等を使用し、レコーディングは個人的に行われた。このアルバムは彼のMyspaceで発表され、2009年にデジタル化されたもののみで、リリースされた。2001年よりニューヨークブルックリンにスタジオを設立した。現在は生まれ故郷であるオレゴンに戻り新しくスタジオを設立している。彼は使用する機材へのこだわりが強いことで知られている。彼は独特なタッピングスタイルの演奏のため、特別な仕様のダブルネック、アコースティックギターを必要としてマイク・ドゥーリンにその制作を依頼した。このギターは両ネックともに6弦で、同じダドギャットチューニングとなる仕様であり、制作での挑戦的な身として、弦が340ポンドのテンションに耐えながら、アコースティックギターとして満足な音を得ることであった。その他にも、ドゥーリンの独自の技術である、ピンレースブリッジや、調整可能なネックアングル等が用いられている。彼らは相談の結果、ギターのために加工された、ジャンボスタイルのボディ、ローズウッドのバックとサイド、レッドウッドのトップを選定した。レッドウッドは非常に強く安定しており、さらにダイナミックなアコースティックトーンを生み出す。ピックアップには B バンドが採用された。完成したギターは独特のトーンを持っており、ネット上で公開されているクラウンのクリップなどで確認できる。キングエステートワイナリー、ハットオハラカトリックスクールハット、メリストカトリック、ハイスクール、サウスユージーンハイスクール、ハットサンフランシスコアートインスティチュート参加メンバー、ジェームズ・ウエスト、トロイ・サコート、リン・レンケンハットピーター・ガブリエルズ・リアル・ワールド、スタジオ・ブラックベリー・ヒル参加メンバー、ジェームズ・ウエスト、マイケル・マンリング、カルロス・バモス、ハット・ジャスティン・キング&ザ・パラジス、メンバー、ジェームズ・ウエスト、トロイ・サコート、エアン・エビッチ、ハット・オレゴン・ナショナル・ガード、ハットパシフィックノースウエストカレッジオブアートハット、アッシュズを除いて、全曲アコースティックインストゥルメンタルハットジーン・レアベイ、社のドキュメンタリークレジットで公開されたビネガー、ヒルサウンドハット、ギタリストインタビュー、ジャスティン・キング、アコースティックギターワールドボリューム65、2018年4月11日、閲覧。韓国のハンドメイドギターメーカー HP。ハット・ドゥーリン・ギターズ社の現楽器製作者で、本人もギタリスト、ドゥーリン・ギターズ日本国内販売のみ、レーベル、スライス・オブ・ライフ・レコーズ、型番、SLCD-3018、販売、ショップ、アットプーコーナー公式ウェブサイト YouTube SNS。ありがとうございます。